キンプリヘイヤー仕様、海外進出への第一歩英語発音プロが明かす芸能人の絶賛。2023年5月22日、キングピンス以下、キンプリのヘイヤー仕様、キシユータ、ジングジユタの3人がグループ脱退し、ジャニーズ事務所からも随時退場することを発表しました。 平野は、グループの海外進出という目標を叶えるにはもう遅い、とコメントし、騎士は、海外に関わる仕事もしてみたい、と述べました。これを受け、メンバーたちが海外進出を模索している可能性が浮上しています。特に、平野には韓国の大手芸能事務所への移籍の噂も広がっています。ただし、海外進出には語学力の問題がつきものです。 そこで、サイゾウー,ーマンでは、英語発音指導士 R の加藤博人氏による、英語ペラペラ芸能人の発音チェックの過去記事を振り返りつつ、キンプリメンバーの将来的な海外活動について考察します。果たして、彼らの英語発音は、プロの評価に耐えるものなのでしょうか ?1、芸能人の英語発音事情、プロによる辛口診断。 芸能人が英語を話すと一般のファンからはペラペラと称賛されることが一般的ですが実際のところプロの耳にはどのように聞こえているのでしょうか。加藤博都氏による過去の診断を振り返りながらいくつかの芸能人の英語発音を検証します。赤西仁アメリカでの生活がこうを奏している 赤西仁は06年に語学留学で渡米し、以後アメリカでの音楽活動に力を入れています。加藤氏は彼の発音を綺麗で年々進化がわかると評価しました。アメリカでの経験が彼の英語力にどのような影響を与えたのか、詳しく探っていきます。 鈴木良平、南関大学卒業の英語達人東京外国語大学外国語学部欧米第一家庭英語専攻を卒業し、英語、ドイツ語、中国語に堪能な鈴木良平。加藤氏によれば、最も発音が綺麗で、正しい英語を使い慣れている、とのこと。一体どのような特訓が彼をここまでの英語達人に仕上げたのでしょうか。北川恵子 ハリウッドデビューと英語の壁ハリウッド映画に出演した経歴を持つ北川景子しかし、加藤氏の診断によれば、彼女の英語は大したことは話せていない、との評価。一体、彼女がハリウッドでの活動で直面した英語の壁とは何だったのでしょうか 福祉蒼太、英語学習のきっかけと苦手な発音中学時代に英語の先生に励まされ、英語学習に目覚めた福祉蒼太。加藤氏によれば、発音は日本人にありがちな小、小守 K、であり、イタリア語でのスピーチにも発音の難しさが見受けられたとのこと。一体、彼が英語学習においてどのような苦労を経てきたのでしょうか 石原さとみ、英会話講師役も不安定な発音石原さとみは映画やドラマで英語を披露することが多いが、加藤氏によれば、正しい英語発音を知らない人には流暢に聞こえるが、実際は中華系の英語に似ている、とのこと。一体、その発音の特徴とは何だったのでしょうか ?2、ンプリメンバーの英語発音チェック、海外進出に向けた課題は キンプリメンバーの中でも特に海外進出が噂されている平野耀。しかし、彼の英語発音はプロの目から見てどのような評価を受けるのでしょうか。また、他のメンバーたちも含めて将来の海外活動に向けての課題は何なのかを考察します。平野耀の英語発音、海外進出の第一歩は足りているか平野耀はグループ脱退の際、 海外進出の目標は遅いとの理由を述べていますが、その英語発音にはどのような特徴があるのでしょうか。海外進出に向けて足りない要素や克服すべき課題は何なのかを探ります。岸優太、神宮寺優太、金プリタメンバーの英語力は岸優太は今後、海外に関わる仕事もしてみたいとコメントしており、神宮寺優太も、 今後の展望に期待がかかります。しかし、彼らの英語力はどの程度であり、プロの目から見てどのようなポイントを改善すべきなのかを検証します。キンプリメンバーの英語発音にはそれぞれ特徴があり、プロの診断を受けると明らかになる課題が存在します。海外進出には語学力が欠かせませんが、それだけでなく発音の正確性も重要です。一方で、 これらの課題は克服可能であり、努力次第で向上する可能性もあります。キンプリメンバーがこれからの活動でどのように成長し、海外進出の可能性を探る姿勢を示すことが期待されます。